心の朗読クイズ、ネバー。皆さんお待ちかね、朗読クイズのお時間です。司会は私、ロートのことなら何でも知ってるネバセイ心です。よろしくお願いします。回答者はもちろんこの人、ネバセイオトくんです。よろしくお願いします。このロートクイズはロート製薬に関するクイズだけを出していくという全く新しい企画です。オトさん、意気込みは？気合十分といった感じですね。それでは第1問、聞けよ。ロート製薬が一番最初に発売した商品は何だったでしょう。1番目薬、2番軟膏、3番胃腸薬、4番妊娠検査薬。さあどれ。いやこれは簡単ですよね。もちろんわかりますよね、おとくん。わかるよ、いいの答えて。いいよ。1番。ベベベベベベベー。なん違うの。正解は3番です。3番。はい、3番の胃腸薬。へえ。実は胃薬だったんですね。へえ。当時はまだロート製薬ではなく山田康民薬房という屋号でした。1899年に胃活という医薬品を発売したのが始まりです。今も胃腸薬としてはパンシロンという商品を出しています。ちなみに選択肢にあった目薬、軟膏、妊娠検査薬、これすべてロートでは発売しているんですよ。あー、胃腸薬だったのか。そうでした。知らないの。いやこれ難しいでしょう。まあ、ロート製薬といえば目薬っていうイメージはいいよ。さあ次行きましょう。続いて第2問。ロート製薬のロートは何に由来しているでしょうか。1番、当時の社長が大ファンだった画家ロートレック。2番、薬の調合によくロートを使っていたから。3番、ロートプンテ効果という医学用語から。4番、ロートムンドという博士の名前。さあどれ。ちょっとこれは難しいよね、おとくん。これは本当に当てずっぽになっちゃうな。でもなんかこういう会社の名前って結構やっぱり社長の独断というかそういう趣味があったりもするから、うん、1番。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ブー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 。残念でした。何番。正解は4番、ロートムンド博士からです。あー、博士だったか。そう、まあね、これは仕方ないよ、おとくんね。当時流行していたトラホームという病気によって目薬の需要が高まっていました。そこで眼科医会の権威、井上豊太郎博士が点眼薬を処方し、商品名にはその恩師ロートムンド博士の名前をいただきました。1949年、その目薬の名前からロート製薬という屋号に変更になったんです。これでおとくん一つ賢くなりましたね。そうだね、勉強になるよ。友達に聞かれたら答えられるよ。まあ、聞かれることもなかなかないけどさ。そう、ファンクラブの子に言ってみなよ。いやいい。はい、じゃあ次第3問。ロート製薬本社に本当にある施設はどれでしょう。1番、野球場。2番、プール。3番、アスレチックジム。4番、焼肉屋。さあどれ。チクタク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 。なんかどれもありそうだけどな。でも正解は一つです。ロート製薬本社に本当にある施設でしょ。そうだよ。ドゥン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 。じゃあ行くよ。いいの。何ヒントくれるの。ヒント。いや、ヒントあげようかなって思ったけど。じゃあちょうだい。そうだな、4番以外。なるほど、うん、答えが絞られたな。じゃあ3番、アスレチックジム。ファイナルアンサー。うん、これがあったら楽しそう。不正解。おとくん全然答えられないね。いや難しいでしょ、だって。正解は2番のプールです。あ、2番か。残念だったな、おとくん。あれ、じゃあ僕が解説してあげるよ。1964年の東京オリンピックで水泳競技が不振だったことから、当時の社長が資材を提供しプールを作り、スイミングスクールを開設したんだ。ミュンヘンオリンピックでは金メダリストも輩出したんだ。あ、そうなんだ。ロートとスポーツは切っても切り離せない関係なんだ。健康な世の中を作ることがロートの目指すべき姿なんだ。だから製薬だけでなくスポーツにも力を入れているのは今も昔も変わらないのだ。そうなんだ、すごいね。お前また出てきたな。さあ
続いて第4問。メンソレータムのマーク、リトルナースマークは次のうちどれでしょう。おい。くそ、ここにまで持ってきやがった。3番かわいいよ。何あれって。くそ、うまいこと凝らしやがって。ほら、選んでください。もういいの、答えて。いいよ、4番でもいいから、ね、1番です。はい、おとくん正解。まあこれはね、当然だよね。嫌がらせじゃん、こんなの。嫌がらせじゃないよ。4番いらないでしょ。いやこれは立派なあなたのリトルナース。3番4番いらないよ。ちょっと待って、3番はいる。3番はいります。ぜひ使っていただけないのかしら、どこかに。なんかそのうちこういうの出てきそうだよね。ね、まあ解説しますよ。はい。2番もオフィシャルなマークなんですが、ちょっと絵柄似てるよね。うん。メンソレータムの商品パッケージに採用される以前のデザインだったんですね。4番はおとくんのリトルナースマークです。4番はもう出さないでよ。多分これからもちょこちょこ出ると思う。やめてください。はい、それでは最終問題です。第5問。ロート製薬といえば、今話題の公式 YouTuber ココロちゃん。そんなココロちゃんの初恋は中学の時です。その相手は誰でしょう。1番田中先生、2番大木くん、3番男子バスケ部でめちゃめちゃかっこいいスニーカーを履いてた小宮山先輩、4番初恋はまだです。さあどれ。どれでもいいんだけど。どれでもいいとか言わないで。わかんないの。これ見たらなんとなくわかるよ。だって一つだけおかしいじゃん。一つだけめっちゃわかんないか。そっか、わかんないよな。難しいもんだってこの問題。しょうがないから50-50にしてあげるよ。3番。しょうがないから50-50にしてあげるよ。1番か2番だよ。マジで3番じゃないの。あんな詳しく書いといて。違うんですね。1番か2番なの。そう、2択だよ。簡単。え、じゃあちょっとさ、その初恋の時の話ちょっと聞かせてよ。はあ、またそういうこと言うでしょ。初恋の時の話、甘酸っぱかったよ。はい、じゃあ2番で。残念、1番でした。はい、おとくん残念。そうですか。まだまだお姉ちゃんのこと知らないね。うん。というわけで、おとさん、ロートマニア大失格です。いや、最後の問題いらないでしょ。おとくんもまだまだ勉強が足りませんね。でも正直難しかったな。ね、でも1問正解したからね。そこだけは褒めてやるよ。でもあれ正解したとしてもな。そうだね。じゃあもっと勉強して出直してきてください。なんかムカつく。それでは次回のロートクイズでお会いしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ればと思った人はこちら、チャンネル登録をせればと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。